ャンシャンでジャディッショナル。こういう雰囲気好き。あ、うなぎ屋さんか。今空前オス、あ、オス商店街の中にあるこのうなぎ屋さん。なんかここにうなぎ屋さんある。名古屋って言ったらこのひつまぶしじゃないですか。ひつまぶし丼ちょっと入って撮影できたらちょっと食べてみたいと思います。できないともうしょうがないですよね。とりあえず撮影許可ありがとうございます。食事のところだけ撮るって約束したのでこれぐらいしかお店は撮れなかったです。お店に入ったら温かいこのお茶をくれました。なんかこれ本当にリヨンのいいところ。あとメニューとかを見るとほとんどうなぎの料理。やっぱり名古屋はうなぎが有名ですよね。名古屋でひつまぶしはぜひ食べてみたかったので、ひつまぶしどの店で食べようか悩んだんですけど、偶然見つけてこの店に来ました。何の決まりですか。ひつまぶしよね。ひつまぶしね、ありがとうございます。すみません。生お願いしてもいいですか。生お願いしてもいいですか。旅行来る前に緊張してたので1時間も寝れなかったので、やっぱ疲れた時はビールじゃないですか。日本のビール、長屋での初めてのビール。やっぱり日本のビールはどこで飲んでもすごく美味しい。癒されました。僕少し韓国帰ってきたんですけど、韓国で本当に日本のビール飲みたかったです。やっぱり日本のビールは世界の中で一番。日本のビールうまいから、いつもお酒飲むときビールたくさん飲んじゃうから、あ、言っちゃうんですよね。山椒です。traditional spice。山椒。山椒。山椒。ああ。コーヒースパイス。traditional spice。はい。じゃあ、スパイス。はい。名古屋での初めてのうなぎひつまぶしいただきます。僕名古屋に行くって周りの人たちに言うたびに、みんながひつまぶし食べてみてねって言われたんですけど、ついにいよいよ名古屋でひつまぶしをいただきます。もう本当に韓国では魚とか海産物とか全然食べれなかったんですけど、日本に来て本当に一番大好きになったうなぎ。なんで日本のうなぎはこんな美味しいんだろう。去年はうなぎ1年5回6回ぐらい食べたんですよね。このうなぎ屋さんは大須、名古屋の大須商店街の中にあるうなぎ食堂屋さんですけど、うなぎうまかったです。うなぎを先に入れないと、やっぱ私はご飯とうなぎ全部食べちゃうので先に入れてみましょう。絶対私美味しいからずっと食べちゃうので忘れちゃうかも。しかしこれ合ってますか。うなぎとご飯を入れて後で最後に、もう先にご飯とうなぎ入れたので安心してうなぎをいただきます。うなぎすごく美味しい。うなぎを食べるとなんか骨がある、骨って言いますか、少し骨があるうなぎ、骨がないうなぎといううなぎがあるんじゃないですか。ここはあのそういう骨あれがないうなぎでした。うなぎが本当に柔らかくて、うなぎのタレも美味しいし、本当に子供から大人まで食べやすいって言いますか、まあ他の表現とか味の表現とかいらない、まあ美味しい。これは多分汁物？うわぁ、ちょっと味噌汁とかそういう汁かなと思ったんですけど、本当にさっぱりした味の綺麗な味。違うか、さっぱりした味でした。もううなぎを食べたら、うわ美味しい美味しい美味しい、これ 100% までいって、それはまたこれを飲むとうなぎの味を忘れるからゼロになっちゃって、またうなぎを食べたい 100% になって、またこれを飲んで口の中を優しくしてくれて、こんななんか、うん、この組み合わせが最高でした。なんか正直言うと本当にお母さんとかお父さんが思い出しました。こういう美味しい食べ物を食べるたびに、家族と一緒にこれを食べたいなとか、こういう考えをしちゃうんですよね。まあ、やっぱいつか僕も結婚したら、結婚したい人と一緒に食べたいなと思うんだと思うんですけど、あ、これ日本語おかしいかわからないんですけど、今は結婚してないので家族が思い出しました。まあ、やっぱ日本に来たんだなと感じるこういう挨拶。いらっしゃいませ。そちらでもいいしね。この理由で日本が好きで今日本に住んでいるかな。
さっきお兄さんがおすすめしてくれたこれ正直何なのかわからないんですけど、先に入れてみます。なんか見た目は胡椒みたいでした。あとこうやって海苔とかもあったので、海苔も入れてみました。あとこのネギとわさびやったんですけど、とりあえずネギだけ入れてみました。これ当てるのかわからないんですけど、あ、これもやっぱ韓国ってこういうご飯とかこういう食べ物に温かい汁とか、汁って言いますか、これを入れる食べ物がないので、なんか目印なので、ちょっとこれ美味しいか食べる前にはすごく心配してたんですけど、さっぱりしててすごくなんか体がほーっとしました。食べる前にはこれ絶対に合わないなと思ったんですけど、すごくなんか美味しい。あとわさびも隣にあったので、わさびちょっと入れてみたんですけど、あ、これももちろん美味しかったんですけど、個人的にわさび入れる前が多分5倍10倍ぐらい美味しかったです。まあもともとわさびを入れるのか、あ、入れちゃダメなのかわからないんですけど、個人的にはわさびを入れる前がもっと美味しかったです。さっきからずっと気になったことなんですけど、このひつまぶしって箸で食べますか、その白いそのスープみたいなあれで食べますか。誰か教えてください。本当にごめんなさいです。あともう韓国語に帰ってきて、あ、店員さんとのコミュニケーションをもっとしようと思ったんですけど、お客さんがこの時時間が12時半ぐらいだったので、お客さんがすごく多かったんで忙しそうなので、あ、これなんですかとか聞いてみることできなかったんですけど、動画の最後に僕が感動した理由があります。じゃあ今日も皆さんのおかげでごちそうさまでした。今日東京から来たんですけど、すごく美味しかったです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。日本語うまい。あ、住んでるの、もう今3年ももう住んでるので。 ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ごちそうさまでした。うなぎ屋さんに来て食べ歩き途中、なんかうなぎも食べちゃったんですけど、めちゃくなったんですよね。急に眠くなりました。しかし今まだ13時、ホテルのチェックインは15時からなんですけど、これからどうしようか。しかし今日食べ歩き、あとうなぎすごく美味しかったです。夜からの名古屋での動画楽しんでください。あ、どうしよう、あと2時間どうしよう。今日楽しかったな。あ、楽しい。あ、でも、あ、ビール飲んじゃって、ここで寝そう。ありがとうございました。じゃあねー。